おはこんばんは、みなさん。どうも、ミキです。しゃっくり。おはこんばんは、みなさん。どうも、ミキです。ミキチャンネルへ、ようこそー。はい。どうも、しゃっくりしてる、ミキです。ね、ちょっと頼むからやめてほしい。はい、ということで、もうちょっとで夏が終わるじゃないですか。で、なんか夏さ、私、動画であんまり、夏真っ只中なのに全然アイスを紹介してなかったでしょ。今日滑舌やばいね。紹介してなかったじゃないですか。なんで夏の前の冬に紹介したり。でも私なんか今日はですね、久しぶりにアイスレビューをしたいと思います。こちらです。ドン、シンプルゆえの美味しさ。北海道産生クリームと脱脂濃縮乳で仕上げたアイス、素直なミルクバー。どうも、 YouTube 界で世界一素直な YouTuber、 ミッキーです。はい、ということでこちら素直なミルクバーということですね。このね、何タイトルというか、なんつうの、商品名に惹かれてですね、買ってきました。ということで食べていきたいと思います。でですね、こちらね、いろいろと調べたんですよ。なんかこれリメイクされてるっぽいんだよね。もともと横書きと出てたっぽくて、味は変わんないでパッケージが変わったのかわかんないんですけど、なんかいろんな記事にね、違う、それぞれ違うこと書いてあって、なんか2013年3月11日に出てたりとか、でもなんか新商品になって2015年に出てたりとか、まあ最近出たものではないということですね。で、私が見てる記事にはですね、北海道産濃縮乳と生クリームで仕上げており、濃厚なミルク感が楽しめるという、大人には懐かしく若者には新しいシンプルな味わいのミルクバーとして、このところロールケーキやバームクーヘンなどのベーシックで品質感のある商品がヒットしていることを踏まえ、素材感のあるアイスを発売したとしているらしいです。なんかシンプルが今来てたらしいよ。1個120円です。この商品のターゲットしてるのは30代から40代の男女らしいです。ということで私は何もヒットしてないんですが中学生が食べてみたいと思います。はい、とりあえず開けます。ちょっと溶けてますね。てか結構溶けてますね。はい、結構、うん、なんか長細くね。あ、スマホみたい。これでさ、あ、何これ、なんか、なんだろう、本当に今までにない感じなんだけど、はい、真っ白ですね。ということで、いただきます。お、やべえこれシンプルオブザベース。まず味はみんな大好き、練乳の味です。練乳好き、生クリーム好きは絶対好きです。やばいねこれ、ほんと味は練乳そのもの。なんか練乳をそのまま凍らせましたみたいな感じ。これはうまい。アイス好きで甘いもの大好きな人はこれ絶対買った方がいい。もう最悪。アリ来るよ、アリが来ちゃうよ。こういう美味しいものに関して落とすんだよね、すぐ。アホだ。やだやだ。ニコちゃんの、ニコちゃんのマウスパッドの上に木の棒を置く。はい、OK でーす。はい、ということで今日はですね、こちらのシンプルゆえの美味しさ、素直なアイスバーを紹介しました。とりあえず美味しいの一言です。私もまさかここまで美味しいと思わなかった。気になった方買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン、バイバーイ。素直が一番。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。